夢の超特急は、1963年に発表された梶山俊之の社会派サスペンス小説。梶山にとっては、黒の思想者に続く書き下ろし小説で、当時建設中だった東海道新幹線の用地取得にまつわる疑惑をモチーフとした作品である。本作をベースに1964年に公開された映画黒の超特急についても説明する。1959年秋、横浜市港北区の菊名駅前で小さな不動産業を営む沢渡良二のもとに中江雄吉という男が訪れ、フォード系の自動車工場の建設用地として周辺の農地を細長い形で買収する手伝いをしてほしいと持ちかける。佐渡はその誘いに応じて地主を説き伏せ、翌1960年1月に買収が成立して中江からは多額の手数料が支払われた。1962年5月、月刊誌、春夏秋冬の専属ライターである桔梗圭一は、編集部に届いた年末年始に八丈島に旅行した娘が消息を絶った。自殺するとは思えないので調べてほしいという手紙に基づき、その女性、田丸陽子について調査を始める。依頼主である母親との面会や八丈島での現地調査をしても手がかりはつかめなかった。一方、警視庁、捜査二課の部長刑事、田山和夫は、東海道特急ライン建設に関わる汚職容疑で取り調べた新幹線公団の課長補佐が罪を自供する際、新神奈川駅や新淀川駅の用地取得をめぐって、中江という男の絡むもっと大きな汚職があると話したことをきっかけに、その捜査を担当する。桔梗は、田丸陽子の勤務先だった新幹線公団を調べた。ところが陽子は3年前に退職していた。一方、彼女の自宅には最近の公団の給与明細があった。明細を借りた桔梗は、それが、現在の様式とは異なるものだと知る。さらに、養子の友人などからの聞き取りで、陽子が、三鷹市、下連雀の自宅から毎日乃木坂にあるマンションに、通い、男性と連れ立っていたりしていたことが判明する。その男性は、新幹線公団総理事の財津正義で、財津は県民党幹事長、工藤陸郎の娘婿だった。大山は、新淀川駅、新神奈川駅の土地買収に、中江が経営に関与する企業が絡み、中江の買収額よりも高値で公団に売りつけていることを確認する。この会社は、資本金も小さく赤字経営であるにもかかわらず、巨額の買収資金を用意していた。黒幕がいることは、明白だった。新神奈川駅予定地の土地買収名義人と中江の企業の出資者にいずれも、田丸陽子という若い女性がいることが分かり、田山は陽子の身元を洗う。彼女が新幹線公団に勤務して、総理事の元秘書で愛人だったと判明し、捜査二課は工藤を黒幕と睨むが、特急ライン予定地情報の漏洩を裏付けられなければ立件できない。大山は内情を知ると見た陽子が消息を絶った八丈島に向かい桔梗圭一と遭遇。両者は自分たちの不利にならないよう注意しながら情報交換する。そこで、桔梗は初めて中江の存在を知った。八丈島で熱帯植物の栽培をしているという中江に、桔梗は面会し、田丸陽子について尋ねるが知らないと返答される。一方田山は陽子についての情報を得られないまま、島を後にした。捜査二課は、乃木坂のマンション転売不備に関する容疑で中江を、逮捕した。しかし証拠不十分で釈放となる。大山は再び八丈島に向かった。桔梗圭一もそれを知って、後を追う。再度の捜索にも成果が上がらない。大山に、桔梗は、陽子に続いて、行方不明になり、白骨死体で発見された男の遺品から、陽子が持っていたカメラが見つかったと告げる。男は、炭焼き業を営み、その炭窯は取り壊されて、中江の会社が土地を買い取っていた。二人は、炭窯の跡地の土壌から、人の歯や人骨の破片を発見する。陽子を殺害した容疑で中江を逮捕できる、と意気込む田山が、羽田空港に戻ると、同僚や上司が待っていた。そこで田山は、中江がちょうど飛行機でブラジルに向かって出国したと聞かされる。収賄の時効を考えると、中江は海外にいる間に、それを超えると上司に諭された田山は、居合わせた帰郷に、田丸陽子のことを雑誌に書いてくれるよう頼むのだった。梶山は、自選作品集の後書きで、現実の新幹線用地買収疑惑が、確証不足で、警察、検察、マスコミのどれも取り上げないことに憤慨して、独自に追及し、小説という形で訴えてみたが、読者の方々の多くは、あくまで小説だ、架空の事件だとして、読み捨てられたようですと嘆いた。そして、その失望とショックから、エンターテイメントな小説を書く、戯作者としての道を歩んでいくことになったと述べ、その意味では、思い出と痛恨の深い作品と記している。作中では、陽子の職業について、PG という当時の用語が使用されている。新神奈川駅は横浜市港北区篠原付近、新淀川駅は大阪市東淀川区に所在する設定で、これはそれぞれ実在の新横浜駅、新大阪駅と同じである。新幹線公団は架空の組織で、現実の東海道新幹線は国鉄自身が建設を担当している。大映により、黒の超特急のタイトルで映画化され、1964年10月31日に公開された。同じ梶山原作、増村康造監督、田宮二郎主演の黒の失踪者で始まった黒シリーズの最終作。上映時間95分、モノクロ。公開時点では、東海道新幹線は開業済みで、すでに話題の出ていた山陽新幹線に対象を変更している。本作では山陽本線、庭瀬駅前から話が始まる。ストーリーも大幅に改変されており、主人公の桔梗圭一は原作の沢渡良二と桔梗圭一を合わせたような人物で、中江を介して売却した土地が高値で新幹線公団に転売されているのを知り、疑問を感じて、中江を2枠でゆするという役回りになっている。原作にある雑誌社や警察は登場せず、疑惑を桔梗が一人で調査する。原作では消息がキーとなる田丸陽子が生きたヒロインとして設定され、桔梗に口説かれて疑惑解明の手助けをするという筋書きにされている。陽子は中江に殺されるが、桔梗の通報により中江が捕まるという結末である。作中には、東海道新幹線電車が走る様子が映るが、乗客の姿が見えないことから、開業前の試運転段階で撮影されたとみられる。桔梗が土地を売った地主を集めて上京する場面で乗る新幹線については、座席が4列であることから、小玉形電車を模したセットではないかとの指摘がある。黒の超特急に関するカテゴリー。ありがとうございます。